はい、どうも、メヘロジさんです。お疲れ様でございます。ニュース一本、共同通信からですね、2023年度の国家公務員試験がですね、もうじき開催しますと。で、その中途採用試験で、しばらく、就職氷河期世代を対象としてですね、中途採用試験組んでて、今年は150人、募集するということで、桁少なくとも一つは違うんじゃねえというところで思うところでございます。景気が、慢性的にいいかどうかはようわからないんですけど、賃上げとかいろいろある中で、やっぱり正社員の口っていうのを増やしていかないといけないし、その氷河期世代を作ったことによって、晩婚か未婚かがあって、少子化になっているというところは、これもう間違いない話なので、そこを支えるためにどうしたらいいか、あるいはその、障害未婚率が上がるというところで、独身、非正規、言うたら税金を払ってない、世帯ですよね。年金が少ない世帯っていうのところが、将来的にですね、間違いなく社会問題化していく、生活保護になるのか、貧困層になるのか、それはわからないですけども、少なくとも、そういう経済的な不安を抱えている、あるいは経済的不安から、今結婚ができないであるとか、あるいは、氷河期世代っていうのは、言うたら、全ての時代においてですね、不遇の世代と言われてた世代で、いろんなものを搾取され続けて同時になるというところで、何も得られなかった大人たちというのはですね、無敵の人になる可能性があるわけですよね。というようなところの治安の悪化であるとか、いろんなその要因をはらんでいる中で、そこの世代に対して手厚い保障するっていうのが叱るべき対応だと思うんですね。それに対して、公務員試験、宝塚の試験もそうですけど、いろんなところで一応ね、中途採用の試験をやってて、受け入れられるだけ受け入れてるつもりなのかもしれないですけども、倍率を考えたらですね、数百倍になってるわけですよね。応募者殺到して。っていうようなことを考えると、まだまだ全然救えてない人は多いんじゃないかなと思うわけですよね。それを、覚えた先陣切ってやらないといけないと思うんですけども、公務員は公務員で首を切れないんで、今いる人たちも守らないといけないっていうのが、おそらくあると思うんですね。だからこそ65歳までの定年延長であったりとか、あるいは、なんていうんですかね、そこですわね。はい。そういうところも含めてね、今いる人たちの雇用を確保するということに動いてるんだと思うんですけども、それだけじゃ、別のベクトルもね、必要なのかなとは思うところではございますね。そういったところで見ると、この毎年度150人というのはとても少ない数字だというふうに思いますし、そのために非正規で仕事終わってからまた勉強せなあかんっていう超ハードワークですね。そんなんやってられないですし、こんなもんに受かる人は多分ね、もともとええところで働いてる可能性とか、ええポジションにいる可能性もあるんで、そういったところでですね、本当に氷河期世代を救うために何かをやってるのかって言われたら、僕は疑問でございますし、こういうのは口酸っぱくですね、いろんな要因あるから、こういうところの世代をですね、本当にきちっと救っていかないと。おじさんもだから氷河期世代の、ちょい後ぐらいなんで、たまたま運が良かっただけなんですけど、運が良かったか悪かったか分かんないですね。運よく入社できたけども、体壊してしまってるんで、何が運が良くて何が運が悪いか分かんないんですけども、少なくとも、このニュース一本見るだけでもですね、氷河期世代に対して、言うたら支援をするという形で、こう旗は立ててるけども、全然内容がしょっぽいぜというようなところだと思ってるので、その辺のところはもっと、ガッチガチにやってあげないと、今結婚ができない、先々結婚できない、年金が困って、言うた福祉の方に行ってしまって、福祉でまた支えなあかんということでですね、本当に、いろんな仕組みが破綻する可能性があるんで、と思っているところでございます。以上です。